はい、というわけで、本日車の中からお送りいたします。すいません。さっきちょっと触って、すごいなと思って、で、ついにですね、ドコモからiPhone のアプリが、出されてですね、もう出されてるのかな、過去にも。っていうかね、ドコモの携帯にしか存在しなかったの羊くん、羊くんなんですけど、多分そんな感じの名前だったと思う。それを喋ってコンシェルの人ね。あのアプリちょっと触ってみたんですけど、結構使いやすかったんですよね。ちょっとそれでね、ちょっと早めにご紹介したいなということで、はい、ちょっと車の中で撮影しております。そんなわけで、では早速ご紹介と参りましょう。はい、というわけでね、ご覧ください。こちら喋ってコンシェル立ち上げたとこになってるんですけどね、何かご用意ですかみたいなことあって、ですね、これ初めからってやつちょっとやってみましょうね。お呼びですか。ほら、とりあえずね、喋ってくれるんですよ、何か。でも今も認識してるんですけど、これちょっとうっとしいんで、あ、でね、キャラをここで選べるとかいう、羊くんとメイドくんといるみたいですね。はい、で、これ結構すごいですよ。今ね、来ません。お腹すいたよ。現在地周辺で矢を31件調べました。ほら、こうやってね、お腹すいたって言うとね、こうやって近くの現在地からね、こう近くの料理を探してくれるんです。今ね、配達先なんでね、ちょっとこんな変な感じになってますけど、でキャラをね、さっきこっち選べて、で音も消せると、この消音で音を消すこともできて、でね、こっち行くとこうやってなんか設定とかいろいろ出てきます。で設定に行くと1個しかないです、設定メニューの中に。立ち上げた時に、一番初めにね、羊くんがなんか聞いてくる時のその音声を読み上げるのか読み上げないのかっていう設定なんですけども、特にね、これを読み上げないにしても音が出ないだけで、立ち上げた瞬間に、音声を求め、なんか喋ってくれって求められるんで、あんまりね、この設定の運は、必要ないかなと思います。ただね、これ、初めの画面に戻りますと、あれ戻りますよね。これね、履歴がこのように残るんですよね。こう喋った履歴とかがこうやって、これ初めからってやるとゼロに戻るんですけど、でこのまま一旦消してね、もう一度じゃあアプリ立ち上げましょうかっていう時に、喋ってコンシェル立ち上げても、ほなやっぱり履歴が残ってんですよね。一旦ちょっと、アプリキルやってみますね。ここで一旦アプリを終了させてみて、もう一度喋ってコンシェル、お話ください。やっぱり喋りますね。一旦アプリ消すと喋りますけど、履歴は一旦残るんですけど、これ立ち上げた瞬間に聞いてきますね。これちょっとじゃあ設定変えてみましょうか。もう一回ね、一度アプリキルを押して立ち上げてみます。喋らないな。あ、でもどっちにしても立ち上げた瞬間にもうすでにここご覧いただくと分かりますように音声認識始まってますね。そういう機能かな。今の長だらだら喋ったのどういう風に認識するのでしょうか。やはり時間かかってますね、長いだけあって。おお、すごい。音声を調べました。これ、ドコモの喋ってコンシェル、皆様、使ってみていかがでしょうか。もちろん無料です。ドコモ嫌いな人もね、この羊くんに罪はないです。なので皆さんで使いましょう、喋ってコンシェル。じゃあねー。どうも、番組です。こんなチャンネルなんですけれども、本日はアプリ喋ってコンシェルのご紹介でございました。では、チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いします。 iPhone のこと、更新しております。では